長井ダムは山形県長井市一級河川埼上川水系を板間の川に建設されたダムである。国土交通省東北地方整備局が施行した特定多目的ダムですでに完成している関野ダムの直下流に建設された。高さ125.5メートルの重力式コンクリートダムで山形県では屈指の規模を誇るダムである。菅野ダムの治水及び考え。 発電能力の増強に加えて、長井市への上水道供給を目的としている。2011年に竣工し、これにより、菅野ダムは完全に水没した。ダムによってできた人造庫は、長井百悪期湖と命名されている。長井市でモガミ川に合流する大玉野川は、第一次モガミ川海底改修計画に、基づき県内では一番目となる河川、総合開発事業。 野川総合開発事業が施行された。そして1953年に関野ダムが続く1961年には木地山ダムが建設され、県岸であった野川流域の地水と長石の農地へ安定した用水補給が実現した。だが1967年に、上津豪雨が最上川流域を襲い激甚災害に指定されるほどの壊滅的な打撃を与え、 その爪痕が残る中1969年8月にも集中豪雨が発生。二度にわたって改定された、最上川改定改修計画は大幅な再変更を余儀なくされた。さらに1973年には流域を大火水が襲い、上里ダムの発電が停止した高流の庄内平野では農業用水の取水能力が平常時の30%にまで落ち込み、 流域は1ヶ月以上に及ぶ取水制限をこむった。こうした相次ぐ水害や渇水を契機に、埼上川水系の大規模な総合開発が計画されるようになった。建設省東北地方建設局は1974年3月に埼上川水系工事実施基本計画を改定し、埼上川上流部において多目的ダムによる洪水調節を計画。 すでに事業がスタートしている白川ダムに加え佐江ダムを建設し、埼上川水系の治水と利水に当てようとした。一方山形県も補助多目的ダム事業を埼上川水系の各河川で検討したが、その中で置いた間の川で再度のダム計画が浮上した。1976年4月、山形県は菅野ダムの直下流に大規模多目的ダム建設を 行うための予備調査を開始した。そして1979年4月、ダム計画は国庫補助の対象となり正式な補助、多目的ダム事業として着手されるに至った。当初、新野川ダム建設事業として計画された。このダム事業が長江ダムの原点にあたる。長江ダムに水没する、菅野ダム。長江ダムの建設。試験淡水が始まった長江百秋子。 山腹の植生部と刈込み部の境が満水時の水面になる。新野川第一発電所1979年4月に事業採択された新野川ダム建設事業であるが、同年7月に名称が現在の長井ダムに改められた。これは新野川ダムであるところが新野川ダムと読み間違えられることを考慮した山形県が長井市に建設されるダムであることから、 地元の名前を取ったのが理由となっている。その後、最上川水系工事実施基本計画の一部改定が行われ、ダムは最上川地水における重要な施設としての位置づけがなされたことから、1984年4月に事業主体が山形県から建設省に移管され、以後特定多目的ダム事業として国直轄で施行されることとなった。 事業移管以降建設省による実施計画調査と保障交渉が進められ、1986年には用地測量のための一筆調査実施が水没者団体と合意したのを皮切りに、1990年8月に水没者との保障交渉が妥結。さらに1997年には最後まで難航していた漁業協同組合との漁業権保障が妥結し、 全ての保証交渉が成立した。これを受けて、ダム工事のための付け替え道路整備や、稼働の付け替えを行う電流工が施行された後、2000年より本体工事に着手した。ダムサイトは陶器には年平均で2メートル以上の積雪がある豪雪地帯に属するため、陶器の間はコンクリート打設を中止せざるを得ず、春から秋にかけて工事を実施した。 2008年にコンクリート打設は終了し、ダムの建設中に川の流れを別な方向へ迂回させる仮廃水路の撤去工事や植生などの周辺整備を進めた。2010年に試験的に貯水を実施する試験淡水が完了。その後試験的に放流を実施、ダム本体や付近の散布区への影響がないことを確認し、2011年3月に完成、運用が開始された。 この間2009年、与党となった民主党、前原政治国土交通省は、国直轄48ダムの一時凍結を表明し、その中に長いダムが含まれていた。翌年の2010年度の完成予定で9割が出来上がっているにもかかわらず、なぜ今凍結なのかとの関係者の抗議の声が上がり、吉村美恵子知事は、地方の意見を聞くことなく、方針を表明したことは、 いかんと反対していた。ほぼ完成しているにもかかわらず、凍結対象となったダムとしては、長井ダムの他森吉山ダム、小原ダム、室見ダムなどがあるが、日本各地のダム所在自治体主張よりも反発が起こり、結局同年12月に本体工事に入っているダムは、凍結対象から外され、長井ダムは事業停滞の恐れがなくなった。ただ、 長井ダムの完成に伴い、直上流に建設されている山形県発の多目的ダムとして55年もの間流域の治水、利水に貢献した関のダムは完全に水没しその姿を消した。かつては、竜神大橋からダムを望むことができたが、現在は、淡水されたためダムの姿を見ることは不可能である。長井ダムは、 東北地方の国直轄ダムとしては有数の規模を誇るダムである。包み高は当初132.5メートルか156.5メートルのどちらかであったが、その後計画が修正され125.5メートルとなった。これは岩手県で建設されている伊沢ダムの132.0メートルに次ぎ、東北地方の直轄ダムでは第二位の高さであり、東北地方の 全ダムにおいても、奥多々ミダム、多後総ダム、伊沢ダムに次いで、第4位の規模となる。総貯水容量は5100万立方メートルと、木地山ダムの約7倍強となり、山形県内でも、屈指の貯水池を形成する。形式は、重力式、コンクリートダムである。目的は5つあるが、洪水調節、不特定利水、水力発電については、 ンノダムの機能を増強させ、ンノダムにはなかった目的として、新機械墾農地への考えと、浄水道供給が加わっている。地水目的については、大玉野川の計画降水流量である毎秒1000立方メートルの洪水を毎秒220立方メートルにまで低減させる、洪水調節が最大の目的であり、ダム地点では、 毎秒780立方メートルの洪水がカットされる。また不特定離水については、関のダムの機能を継承して、置いた野川沿岸の農地へ環境水利権分の農業用水補給を行うほか、河川の正常な流量を維持し、置いた野川の河川生態系を保護する河川維持、放流も目的に入っている。新たな目的として、野川流域の長い白鷹地区に加え、 米や野菜、ラ・フランスや佐藤二に代表されるサクランボといった高級果樹の一大生産地である山形市西部などの最上川中流域や朝日町中郷本田をも含む7852.9ヘクタールにも及ぶ田畑への考えと関の木地山ダム建設後人口が増加した長井市へ日量1万立方メートルの飲料水を供給する上水道が加わった さらに水力発電は、菅ノダムが、取水源であった野川第一発電所が、長井ダム建設によって取水口が水没することに、伴い、発電機能を保障する観点で改築しかつ、発電能力を増強する目的で、山形県企業局管理の新野川第一発電所が、建設された。認可出力は、旧発電所に比べ約4 0 0 0ット増強され1万キロワットとなる。 長いダムは工事期間中環境に配慮した建設が行われている。これは1997年に改正された河川法により環境への配慮が重要な項目として定義されたことや環境影響評価法の制定など公共事業に対する環境対策の重要性が指摘されたことが背景にある。このほか1990年代以降の 公共事業見直しの中で公共事業費への厳しい監視が各方面から要求された時代背景がダム工事への配慮に影響している。ダム本体は r c d 工法で施行された。これはコンクリートの水分を極力少なくして超高ネリとし薄く層上に打設する工法である。1972年に 山口県の島地川ダムで施行されたのが最初であるが、従来の工法に比べコンクリート使用量を大幅に、節減できるため総工費を縮減できることから、大規模ダムに次々導入され、長江ダムでも採用された。長江ダムの本体打設の一部区間での RCD 工法は、過去の施行実績等をもとに改良した連続、RCD 工法と呼ばれる工法で、 試験施行が実施された。また防音のために工事用機械や大型ダンプカーの低温使用コンクリート工場の防音壁設営が行われたほか、粉塵処理のために頻回な散水を行い、待機汚染や騒音への対策を講じた。自然環境への対策としては、濁水処理施設を建設し、コンクリート骨材の洗浄に使用した水を完全に処理して、 おいたまの川に放流している。下流において水質が厳重に監視されているが、長石や地況地点における5年間の平均 BOD は0.5から 1.3ppm と水質基準の 2.0ppm を下回る良好な基準となっている。またダム湖水没予定地において伐採した木については、地域循環型リサイクルを推進する長石 レインボープランに従って堆肥化して、長い市肥センターへ送られ、市内の農家に肥料として配布されている。このタイヤ管照明を昆虫が寄り付かないナトリウム等にすることで同地に生息が確認されている国鳥、大紫をはじめ昆虫類への配慮を行うほか、竜神大橋をはじめとする橋梁の欄管などを、茶色などの低明度の彩色を使うことで動物への影響に配慮している。 長い百秋子長いダム管理所ダム湖は2006年3月25日に一般からの募集によって長い百秋子と命名された。名前の由来は、所在地である長井市の長いと、古事記の一節である豊か吉原の先週長五百秋の水穂から取った百秋にちなんでいる。この語句の意味は、稲穂の実る美しい日本が、五百年も千年も続いてほしいであり、いつまでも、 長いの地域が美しい風景を保ってほしいという願いを込めて命名されている。通常人造湖は試験淡水が開始された後に名称が付けられる例が多く、貯水前のダム本体建設中に湖の名称が付けられた例は珍しい。ダム本体の完成後、2009年から2010年にかけて試験的に貯水を行いダム本体や周辺地盤への影響がないか調査する。 試験淡水が行われ、翌2011年3月に竣工、運用を開始した。長い百圧機湖を中心に、上流は木地山、ダム、下流は、野川第一発電所付近に至るまでの区間を、長井市は、長井市観光レクリエーションゾーン整備事業として、整備を行い、自然に触れ合うための環境整備を、ダム事業と同時に実施している。また、ダム下流には、 長井ダムインフォメーションセンターとして、野川学び館を2002年に開館している。老いたま野川の歴史、文化、自然などを通じて、長井ダム建設事業への市民の理解を求めるために建設されたが、開館から3年で入場者数が5万人を突破している。ダム完成後に一時休館となったが、その後、NPO 法人の運営となって再オープンした。ありがとうございます。